リアル。よいしょ。そうですね、これってで、僕はなんか変な持ち方じゃないですけど、こう持ってなんていうんですか、こう伸ばしきってこっちにこう内側にした方がこうストレッチ効くじゃないですか。なので伸ばしきった後にしっかりこう手をこっちに持ってきて、で引き切った時は、まあ、そのままか伸ばしきった時にしっかりこう内側に手を入れてあげると、でその時も一緒ですよ。外に常に左手アップライトロード一緒です。常に深をしておくとリアが痛いです。ダンベルはどういう意識？ダンベルは普通にリアレイズってあんま可動域ないんですよ。これ以上上がっちゃうと肩甲骨が今度関与しちゃうので、結局この範囲っていうのはこれぐらいの可動域なん でだからもうブラブラしてるじゃないですけど、動かしてここ刺激してあげて、で上がらなくなったら今度ダンベルを角度横にして、こう引くだけでもリアに入るので、さらに追い込んであげるっていう感じで、だから3種目になるんですかね、一応、ドロップみたいな感じですね、違う今度筋肉を使ってあげて、上がる限り上げてあげるみたいな感じですね。最後はちょっとローイング気味にして、はい、そうです。ああいう種目もあるじゃないですか、こうインクラインしたりして、リア入れる人もいてるんで、上がるフォームで最後まで上げきるって感じ。でも何なんですか、僕も別に教わったわけじゃないんですけど、普通にあ、こうしたら上がるやんみたいな感じで上げきる限り上げるみたいな感じでやってるとリアも大事ですからね。よいしょ。いや、型はこれだけですね。はい、大体。はい。フェイスプルー、これか、このフェイスプルーをドロップするかですね。ちょっと昨日背中やったんで、ちょっとリアもだいぶ入っちゃってるんで、今日はあんまできないですけど、基本まあ、これもドロップが多いですね。僕も効率のいいトレーニングしがちになっちゃうんで、いちいちインクラインして、重たいダンベル持って、あとなんかこう、下手に疲れちゃうじゃないですか。だから、これと8ですのでやっぱりどうしてもショルダープレスとかもマシーンがまあ多いっちゃ多いですかね。ダンベルよっこいしょと思って結構そのエネルギー使っちゃうんで、どうしてもやっぱ効率悪くなってしまうんで、その次のメニューも使えちゃうじゃないですか。なんでそうそう、まあ、次のメニューのことは考えないですけど、なんか消費パワーが大きすぎるなって思います。マシーンでもあれですね、しっかり肩甲骨寄せないように、アーチつかないようにして。あ、そうですね。マシンはね、なんかちょっとこう背中離すんですよ。離して首をめっちゃ前に折って、はい、でグリップの位置はこう後ろになるじゃないですか。なんかこうバックプレス気味にで足を使わないように、僕はこうつま先でちょんってこう上げるんですけど、なんか言ってたことをマシンで。そうですね。そうです。近いです。バックプレスにマシンの方がバックプレスに近い感じでできるので、結構。でマシンも可動域変えますね。最初はこうフルレンジ で次のドロップでこう中レンジ で最後はもうこの上だけでちっこく数をやる。マシンも結構種類が違うので、その場所によって、まあ、いつも行くとこでって感じで。3セット目ですかね。そうですね。あ、じゃあラストです。